ライタのサニースマイルズ。はい、今日も始まりましたサニースマイルズです。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、私がメイン、MC をやってます。はい、こちらです。はい、はい、シンガーソングライターやってますライタースターキーです。どうぞよろしくお願いします。はい、オフィシャルブログで、ライズムっていうブログをやっていますので、よかったらぜひ見てください。毎日更新してますのでよろしくお願いします。はい、それとまあ、ちょっと告知になりますけど、最近ちょっと Facebook ハマってやってみまして、はい、Facebook の方はですね、本名の鈴木ライタとこれでやってますので、検索の名前で検索すれば出てきますので、はい、こちらでもう友達になりたいですね。じゃんじゃん承諾しますのでよろしくお願いします。友達申請ですね。はい、はい、さあそれではですね、今日はちょっと人数は少ない4人なんですけども、1人ずつ、方の自己紹介をしていただきたいと思います。はい、で一つね、いつもだと自己紹介、はい、まあ、簡単なブログとか紹介してもらう形で進めているんですけども、今日は僕からの、まあ、簡単な質問をに答えてもらう形で自己紹介一問一答ですね。一問一答です、はい、全員同じ質問です。質問内容はですね、最近ハマってるマイブーム、ハマってるものマイブーム、はい、それを織り、その答えを織り交ぜながら自己紹介をしていただくっていう形で、はい、進めていきたいと思いますので、はい、では一人ずつ。ちなみに僕の前部分は先ほど言った Facebook やってますので、はい、はい、ぜひぜひ。もう Facebook ともうブログもうどっちかもう両立させようかなというふうに思ってるんで。始めてすぐですか？はい、え？始めてすぐなんですか？Facebook。Facebook は、まあ、一応登録はしてたんだけど、めんどくさいなと思って。だけどね、やってみると意外と面白いんで、ぜひ皆さんも、はい、やってみてください。はい、さあそれでは自己紹介。では隣から順番に、はい、行きたいと思います。はい、ではどうぞ。はい、アーティストとモデルをやってます。青木ひとみと言います。私も Facebook、あと Twitter、メブロをやってます。青木ひとみかひとみという名前で検索してみてください。私も友達たくさんお待ちしております。僕は申請してなってますからね。はい。はい、で、マイブームはちなみに何でしょう？キャラクターのマイメロディーのグッズを集めることです。ああ、マイメロですね。はい、はい。いわゆるマイメロ。マイメロ。いわゆる略したっていう。例えばあれですよ、スマートフォンのケース。あ、そうなんです。ちょっとちょっとさっき見たんだ。そうです。そうそうそう。それが前のマイクで前目になってる。変えてしまいました。ね、はい。で今日は前回先月ね出てもらったんですけどもね、3人女性で初めての中の1人だったんですけども、今日は2回目で。はい。ありがとうございます。ということで、はい、お願いします。お願いします。はい。では隣行きましょう。はい。はい、最近のマイブーム、マイブームってほどあれなんですが、まあ。まあ、変わらずラジオをずっと聞いてることが多いです。はい、改めて情報スナイパーのハイシリーズでございます。改めてじゃないですね。改めてじゃない、はいはいはい、情報スナイパーでございます。よろしくお願いします。はい、終わり。そうですね、ラジオをずっとハマってますけども、うん、まあまあ高木忘れてますけど、まあ、ブログとニコニコとツイートキャスティングっていうのをやってて、まあ、さながらラジオ風にやってたりすることあるので、うん、またよろしければぜひご覧になってみてください。はい、たまにやってますので、はい、あんまり反響どうなの、まあ、ニコ生の方は。ニコ生の方はあれですけど、ツイキャスの方は結構やっぱりリスナーつながりでこう来ることが多いので、うん、ああそうなんだ。そうですね、どちらかというとやっぱりそのラジオのリスナーつながりで来ることが多いので、やっぱそこからどんどん広がっていけばいいかななんて思って、うん、まあ、そこから波及してニコ生来ていただければっていう、うん、波及して、ね、波及して、はい、なんて思ったりしてます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして、はい、はい、隣行きましょう。はい、関根レナです。アメブロやってます。アメブロのタイトルは目指す動物王国ファミリーの成長日記です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、で、Facebook もやってます、
あと最近ですが YouTube の動画も始めましたのでぜひチャンネル登録をお願いします。いいですね、はい、はい、YouTube の動画、昨日たまたまレナさんの絵、はい、見たんですよ。トドロキ K-POP、 あれはの別、あれ別か、あれ関係ないか、ワンちゃんのやつかな。そうですね、そっかそっかそっか、はい、ね、ペットのことが多いです、ね、うん、ペットネタね、はい、うん、でその写真も、ね、名前覚えてない、ハタくんでしょ。ハタです。ちょっとお散歩仲間からいただいたポストカードになっているんですけども、うん、そのポストカードは自分で作ったんで、はい、ではなくて、そのお散歩仲間の方がの人に作ってもらう、カメラで撮って、うん、そこから多分ポストカードに作って、うん、作ってもらって、はい、すごいですね、日付も入ってるんですよね、その時に入ってる、ちょっと お店できないんですけど、はいはい、お見せできないのが残念です。お見せできないのが残念よくできるはちょっと見たかったんですけどね。まあ、それはいいか。モテラさん来月ぐらいにまた、うん、モテらっしゃったら、ね、1歳ぐらいの時の写真ですね、この写真。はい、では今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では、初めてこの番組をご覧になる方も、多分いらっしゃるかと思いますので一応説明させていただきたいと思います。今日はいつもと違ってですね、通常ですと乃木坂のサンズスタジオと乃木坂から、いつも放送の方をお届けしてるんですけども、この番組本当に久しぶりに、はい、新年当時、ね、レナさんがいて2人でやってた時とか、あと懐かしいけど山本君ってね、いたね、はい、マサヤ君、マー君で、その時でやってた、それ以来1年半ぶりだと思いますけども、今日は青山スタジオという、表参道と渋谷のちょうど中間にあるスタジオから今日は生でお送りしております、はい。でこの番組一応サニースマイルズという番組ですけども、16時5分から17時5分の毎月第2日曜日に放送しております、生放送です。で内容は、まあ、政治経済から、文化カルチャーとかファッションとか、スポーツとか、まあ、さまざまなジャンルで、トークしていったり、まあ、場合によってはゲームをやったりとか、楽しい番組にしていきたいと思いますので、楽しい日曜日をこの番組を見ながら過ごしていただきたいなというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、それともう一つ大事なことがあって、はいはい、この番組はユーストリーム系の番組は双方向番組、チャットで対話をしながら、番組を進めていくという形式になっておりますので、チャットへのご参加の方ぜひこちらの方をお願いしたいなというふうに思っております。何か、ツッコミでもいいし、最高の動物の話でもいいですしあれやってよこれやってよでもいいですのでね、はい、お待ちしております。はい、今のところゲスト2名の方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひチャットの方にも、ちょっと喋っていただかないと。喋っていただければ、何でもやりますから。まあできる範囲で、まあ、モノマネだったらできる？なんか。モノマネ。まあできる範囲で。範囲で命に支障がなければ。はい、それとこの番組このスタジオでまあ有料って形なんですけども、観覧することもできますので、よろしければどうぞいらしていただければと思います。今日は、まあ、青山スタジオ急遽ちょっとこちらのスタジオになったんですけどね、よろしくお願いします。はい、と言っときながら今日は実は1名来てるんですよ。びっくりしましたね。びっくりしましたよ。っていう意外な人が今日来てんですよ。そうなの、ちょっと奥さん今しっかり見ちゃって今どういうどういういやなんか奥さんなんて今言わないよっていう人もうこれ死語ですかね、常識ですか。はい、はい、で今日は実はねこの番組に以前、4回ほど出演したこと経験があるんですけども、毎週木曜日かな、うん、木曜日ですね、はい、木曜日の11時からの、30分番組、フジテレビ系列系のアウトデラックスの、アウト軍団の中から、田口学くんが今日は来てもらってます。やっ来てまーす。びっくり出したね。今日は、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ事情がありまして今日は、まあ、観覧という形で、はい、見て、来てもらってますので、楽しんでてください。はい、はい、では、早速いきましょう。今日はですね何をやるかというと、日本語について、まあ、トークしたりとか、まあ、ゲーム感覚でいろいろと、ゲームなどにも挑戦していただきたいと思います。ただタイトルね何にしようかなと思ったんですけども、はい、まああんまり考えつかなかったんで、まあ、ザ・日本語とか、まあ、こういう適当なタイトルでつけてみました。はい、
まあ、日本語テーマで、はい、今日はトークをまず進めていきたいと思います、はい。まず最初はですね、はい、最近 の、 その日本語、うん、まあ、日常生活でこう使っている中でちょっと乱れてるなとか、これおかしいんじゃないかっていうふうに思うことはあるかなという話で、はいはい、ちょっとテーマに、トークをしていきたいというふうに思っているんですけども、チャッターの皆さんもぜひ、最近こういう日本語でおかしいんじゃないかっていうのがあったらぜひぜひ書き込んで教えてください、はい。さあ、まずどうでしょう、林くんなんか言いたそうなことは、まあ、林くんもどこだ、僕はまあ、うん、なんかいろいろと調べてきたみたいなので、ぜひ、まあ、情報スナイパーですよね、まあ、まあ、これで喋り出したとまた止まっちゃうんで、止まっちゃうので、とりあえずお二人何か、うん、なんか普段会話してるとこで、どうかな、なんか、友達と話していて、この日本語のあれっていうのありますか、あれ、なんでしょうね、でも多分自分もちょっとおかしい日本語を使っているかもしれないと思いますけど、例えば、例えばなんだろう、うん、ちょっとちらっと見えちゃったんで、なんか、うん、頭に入っちゃった、いいですよ、いいですよ、ラヌキ言葉とか、ラヌキ言葉、あ、ラヌキ言葉ね、これはよく言いますよね、これアナウンサーでも指摘してる人はいるんで、いますよね、うん、でもなんかアナウンサーでももう完全にラヌキで言っちゃってる人もいるので、うん、ちょっとこう教える人とか、うん、あとなんかちょっとまあ、これこそ本当世代間でもうね、なんか下もう若い人はもうラ抜きで言っちゃうけど、うん、年上の人はそれを注意してきちんと直させるっていうのはあるかもしれないですけどね、うん、楠田恵理子さん、はい、うん、あの方はラ抜き言葉すごく嫌ってるんです、あ、うん、私嫌いなって言ってる、はいはい、うん、楠田さんももともと日本テレビのアナウンサーだったので、ラ抜き言葉はすごく抵抗がある、例えば食べれる、食べられるを食べれるって言ったりとか、その話これもいいですよね、あの日本テレビの昔アナウンサー福澤明さんが以前どこかの放送局で話してたんですが、はいはい、子供にラ抜き言葉は絶対言わせないって言ってましたね、うん、それももう見られてるから、うん、絶対にアナウンサー、まあ、ある意味プライドなんでしょうけど、うん、アナウンサーの子供である以上ラ抜き言葉とか、うん、そのちょっとこう崩れかかった日本語は絶対使わせないっていうのは、うん、おっしゃってましたね、うん、なるほど、ちょっと数年前ですけども、はい、うん、レンナさんはどうですか、なんか日本語乱れてるに、これちょっとおかしいんじゃないかって、最近英語化してる、ああ、うん、まあ要するにカタカナ語とか外来語が多いよね、はい、多いですね、うん、ちょっとそれが残念かなって思います、うんうんうん、まあ、日本語にも日本語の良さ、僕はちなみにあの、まあ、外国語も、まあ、英語やとかフランス語もやっては、まあ、フランス語はこのかじり程度なんですけどやってるんですけども、確かになんかやたらと使うカタカナ語とか英語、あ、なんか増えてマニュフェストとかね、なんかこうかっこよく見せるための横文字みたいなのありますもんね、アジェンダとかね、難しいでしょ、はいはい、逆に日本語の方が知らないっていう、そうそうそう、日本語で言われて分かんないっていう、アジェンダってどういう意味なんだろう、もともとアジェンダっていうのは議事録とかあの、はい、うん、議題っていう意味なんだけど、うん、エージェンシーとかね、はい、エージェンシーは代理店っていうんですね、はいはい、いっぱい多いんですよ、言われてみれば多いです、ね、アーカイブとかはね、アーカイブね、テレビ会議の業界、はい、ありますね、うん、テレビのなんと NHK アーカイブスって番組ありますけど、ありますね、真夜中にやってますね、うん、アーカイブスっていうのはもともと公文書館、はい、うん、そういう、まあ、テレビだったらその映像とか、はい、そういうものを残しておくところですね、そういうも言葉を表す、それがもう一般的にカタカナ語でもう通じる、使われるようになったりとか、うん、本当になんか乱れてるというかね、うん、っていう感じですけども、はい、僕の場合はそうですね、なんか、まあ、カタカナ語とかラヌキ言葉とかっていうのもそうなんですけども、間違った日本語、例えば、全然 OK とか、はいはい、全然いいとか、否定語を頭につけた上でっていう、頭につけ全然何々、はい、よく使っちゃうかもしれない、これ使うでしょ、ね、それもだったらあれだと思う、まあ、うん、なんでしょうね、それなんか今普通に使ってるよね、うん、全然いいとか全然 OK とか、うん、違和感なく使えてるっていう、うん、本当は全然何々ないだったら分かるんだけど、そうなんですよね、うん、全然できないとかならあれなんですけどね、うんうん、全然ダメとか、まあ、かといって全然 NG とかっていうとまた日本語的におかしいなってしますけどね、全然 NG 全然 OK の逆って持っていっちゃうとまたおかしくなっちゃうんで、まあ、正しい日本語をいかに使えるかっていうのはあると思うんですけど、だって明日
あのどっかあの、はい、ご飯でも行かない大丈夫あ全然 OK よって、ね、自然に言っちゃう音が出ちゃうパッと言っちゃうよねはいはいはい、うんそれがちょっと自然だなと思って。はい。うん、いやっていうで林くんがなんか、はい、若者なんかいる見えてるんですよね。ここのこの場ではいいんですけども、うん、ただ日本語の乱れってなんかすごい平成に入ってからっていうのがあるんですが、うん、実は一番調べますと。古くは平安時代に遡っても実はあったっていう話があって例えば女流作家の清少納言の枕の草子の中で、うん、若者の言葉をあの乱れを嘆く一節があるらしく、うん、何事を言いてもそのことさせんとす言わんとす何せんとすというと文字を失いてただいはむずるいはむずるかですね里へ遺伝ずるといえばやがていとわろし、まあ、つまりもこの頃からその何かの言葉をこう省略する癖があったんじゃないかっていうおそらくそういう意味だと思うんです。で、専門家の中には、まあ、さっき言ったように我々はそれを言葉の乱れがっていうふうに感じますが言語が変化するのは自然であってその乱れじゃなくて変化しているんじゃないかという見方もあるとそれがいわゆるその名抜き言葉で例えば多分これアンケート的にはこれ1970年の調査で東京都内の小中学生を見ると当時まだ見られるって言っていた人は 64% いたんですで当時見れるって言ってた 9% しかいなかったんですがもしこれを同じアンケートを今やったらもしかしたら逆転するかもしれませんね、うん、見られるじゃないもう見れる見れるっていうことは見れる食べれる食べれるとかねそうなんですよね、うん言いにくいっちゃ言いにくいんですけどね下の周りが、ねうん、難しいと言いにくいかもしれないけれども、うん、それはまあ鳴らす意味では、うんはい、あとさせていただく、うん、これこれさせていただきますっていうのも、うん、これ自体何々いたすっていう言葉じゃなくてさせていただくというのもあるんですが、うん、ただこれ一個取ると方言でなると、うん、例えばあの方言から派生してって結局今の形になったってこのさせていただくというのも関西の言葉でへりくだって遠回し遠回しの表現というのは多分言えば分かると思いますすみませんけども京都でブブ漬け食べますかって言ったらお帰りになりますっていうのを直接言うんじゃなくて遠回し帰ってくださいって言っているのをブブ漬けどうぞっていう風な言い方をするのと同じようにさせていただくっていう言葉が1950年代ぐらいに関東の方に広がってきたっていうのがあるとだからまあ場合によってはやっぱそういう文化が流れ着いてで今のように広がっていったっていうふうに見る動きもできるということなんですよねだから時代の流れによって出てきた乱れというふうに捉えるか変化というふうに捉えるかっていう時代の流れとともに言葉もやっぱり変化して変化してこの平安時代からずっと、はいうん、江戸言葉江戸でも江戸言葉そうなんですよね実は東京って方言ないんじゃなくて今が共通語でも江戸弁っていうのはなんかありますよねベランメーベランメーベランメーそうだからそういうところまで戻っちゃうらしいんですけどもただまあそういうふうに言うのは言わないかもしれないですけどただやっぱりあの方言やっぱ神奈川の言葉もあるし、うん、あの埼玉の言葉も千葉の言葉も、うん、きちんと全部方言は全国にあるんですけどもただやっぱ関東の場合はもうメディアの関係でも全部共通語で収まってるんで、うん、どちらかというとこれ新しい首都圏方言なんていう表現をする人もいるぐらいなんですよね、うんうん、例えばあの 今でもあのその江戸言葉で江戸言葉かな、はい、で使って今でも使われる言葉って例えばありますよね例えば、江戸言葉であのカッポレっていう言葉があるんですけどカッポレカッポレどういう意味だと思う女性2人知らないでしょ全然わかんない分かんない掘れって意味なの掘るあの掘る掘るあ、うん、そう掘り起こすの掘り起こすの掘るそうそうそう、うん、それにかを接頭語につけて勢いをつけてもういタカって掘れそういう意味なの今頭にかってつけてあの使う言葉結構多いんですよねかっぽじるのかそう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 、ね、例えば野球の応援なんかでかっ飛ばすかっ飛ばせってなってるね、はいうん、あかっ飛ばすのあら飛ばすにかってつけて勢いをあの表してるんですね、うん、あとまああんまいいことじゃないけどかっぱらうとかねあいますねかっぱらうねかっぱらうにかっぱらうとか、はいあとカッサラウとかね、はいはいはい、あんまいい言葉じゃないけど、うん、確かにそういうそういうのも江戸からあの使われてる言葉なんだなるほどねでも日本語の乱れって今やっぱ若者
やっぱ若者中心っていうイメージがやっぱついちゃってる。で実はですね、井上文雄さんという方がいらっしゃいまして、うん、この方が若者言葉を4つの言葉に分けたんだそうです、うん、あの種類に、うん、まず一時的流行語っていう言葉があって、これはねですね、多分分かると思うんです。アジャパーとか聞かれた君何歳なんだよ。いやこれはね、書いてあったことなんです。例えば今言っちゃえば、例えばちょっと待って、なんで女性が来てるやつすごいハマってたけど、どこにハマりましたこれ。アジャパーって聞かれたビーと思って、まあ、ただ要するにですね、要するにあの流行語大賞とかに選ばれるようなああいうのですね。だから 今だとなんだろう、今でしょ、今こういう感じで。も例えば今でしょって言葉は今なら流行ってるけど、例えばこれ10年後まで今でしょって言ってる人がいるのかどうかってことですよ。流行ってみんなが言うかっていう、それが一時的な流行語。 そ、ねうん、それからあと、要するにこれは流行語大賞から流れてる。そうです、流行語大賞とかその一時的に流行っている言葉、うん、それからあの後の若者に受け継がれないけども特定の世代で使われ続けているっていう言葉で、広報と語っていうことがあるんですけど、うん、例えばシェーってネタありますよね。あーおそ松くんね。おそ松、あとナウイとかですね、タケノコ族っていう、例えばそういうフランスでも僕らの例えば20代の子は使わなくても、例えば50代の人なんかは何か言ったらシェーとかってなんかネタを出したとか、そ君その子ナウイねって言っちゃう人がいれば、それは死語だって言うんだけども、逆に言っちゃえばこういうその当時の世代とかが分かるので、これを広報と語というそうです。広報とはカタカナです。竹の子族もそういう言葉に入る。それから若者文化の象徴として受け継がれて、年を重ねると使う機会が減るのが若者世代語。学食、これって学生時代は使うけれども若者文化の象徴としてあっても、うん、でもだん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 これ年重ねていくと学食なんて行かなくなったりとか、うん、あとこれ今やるのかな、欠席者の出席を襲うために他の人間が代わって返事をする大変っていう言葉とか。あ、それ知らないな。ああ、これ大学とかであるらしいんですけど、うん、まあ、そういうふうに、まあ、その若者の世代では文化として使われてたんだけれども年を重ねていくとだんだん使わなくなる言葉と。でまあ、最終的には言語変化っていうのがさっきありましたように頭に来るとか、まあ、死語にならず一般化していくラヌキ言葉というふうなことが当てはまってくるということで言うと、若者言葉って言葉の乱れって言いながらでも結構いろんな人がいろんな言葉を使ってる、うん、でそれがいずれ言語変化っていう現象を起こしてしまえばラヌキ言葉のように普通にみんなが使うようになると。で若者言葉って今どんな言葉を思い浮かべますか。若者言葉といえば中に今の女子高生が使ってそうな言葉とか。女子高生が使ってそうな言葉ってあんまり 女子高生と関わりがそんなないかな。まあね、全然世代的に。まあでも本当に仕事でもだってこういう、まあ、シンガーソングライターとかやってても、あんまり若い子とはそう話、まあ20代の子とかあるけど、高校生とあんまり絡むっていうことはないんだよね。職業から仕事から。ギャル語とか、ギャル語、ね、ギャル語、まあチョベリバとかそういう感じのあたりまで戻るような気がしますけども、そうつまりそういうのも、そういうのもある意味一種の流行りで、うん、多いのがテレビ CM やドラマのセリフから流行語となって日常化したもの、うん、例えば特徴として言葉を逆さまに言ったりローマ字にしてその頭文字並べる超 MM とかって分かりますかね、うん、超マジムカつく、ちょっと流行ったのは MK5 マジで切れる5秒前とか、うん、とかですね、なんかあったよね、はい、とかあと超という言葉を使って何かしらにつけてこう誇張する超なんとかっていうのはもう僕の高校生時代でもあったんだよ。超、超ムカつくとか超ムカとか、はい、うん、超やばいとかね、それがさらに短くなってきて今超やばいでね、今思いついたんだけども、あのおかしなさっきの日本語の言葉ね、はい、あの例えば料理があるじゃない、はいはい、美味しいものを食べた時にあこれ超やばくねって美味しいって言うでしょはい、はい、あれも理解できないんだよな、はい、だそういうのも増えてきてる。あれも増えてる。で、うん、あと例えば方言が難しかったなんとかじゃんっていう、うん、あこれ時計じゃん、いい時計じゃんっていう、こんじゃんっていうのはこれ実は方言で、もともとはあの三河弁、これご存知の方、うん、愛知県東部の言葉ですね。で、まあ、こっちの方ではなんとかじゃないかなんとかだよねっていう言葉でじゃんって使ってたんですが、これ今ね、人によって横浜発祥だっていう人がいるんですね、浜っ子の言葉。ところが実は中部地方から戦前に横浜に伝わって、さらに60年代になって東京で使われるようになったら広まっちゃったというのがなんとかじゃん、うん、
まあ、この方面ではジャン・ダラ・リンという3つ の, あの語尾の言葉があるらしい、まあ、それはまあ調べてください。昔の三輪車みたいなとかですね、あとあのムカつくとかめっちゃって言葉はこれ大阪の言葉だとか、あと違かったっていうのはこれ栃木福島、あと多摩の方でうざったいっていう言葉で、こういうのが流行ってくると今度は手よだわ言葉っていうのが使われなくなってきたっていう、次々言葉出てますけども、例えばよろしくってよ、そうなのよ、そうだわっていう、要するに女性の間で流行ってたあの語尾になんとかですのよみたいな、ああいう手よだわとつく言葉がだんだんなくなってきて、いわゆるなんとかじゃん、なんとかでさ、なんとかだなんだよねっていう、いわゆる女性が使ってた言葉じゃなくて、これいわゆるあの男女が使うユニセックスっていう表現をしますが、まあ、そういう言葉遣いが増えてきたと。まあ、さっき言っためっちゃのだけでもありますけど、マジとか、マジ、マジも今本気でっていう意味合いが実はあるんですが、もともと真面目っていう言葉が掘ったんだ、ま、真面目っていう言葉を縮めてマジ、マジだったのが、うん、それマジって今本当かよっていう意味合いがあったのと、まあこれと同じでガチですよね、うん、ガチンコね、ガチンコ、うんうん、っていう言葉ですとか、あとさっき言ったやべえ、やばいって言葉なんですが、これもともと良くない非常にまずい状態に陥ってるって意味だったのが、予想に反して驚いて衝撃を受けてしまったっていう意味合いに変わっちゃったそうなんです。だからさっき食べ物の話でこれ、まあ、やばくね、そう美味しい時に食べてる時にそういうこと、結構若いやつ、そう、何でもこれやべえ、これ超やべえっていうふうに言ってるけど、何がどうやばいんだって本当はって聞きたいんだけど、でも非常にまずい状態によくない、まずいんだよね、だからこれをもしうまく戻せば、うん、この料理全然美味しくねえよって言ってるのと、うん、ほぼ同じことだっていうことだね、はい、でもこれもともとですね、やばいっていう言葉自体が、やばっていう的屋を営んでいたあの、まあ、関東 の, その的場さんのところの言葉だったんですよね。的屋を営んでいた 射的遊戯の射的の矢の矢、はい、ところが、ね、表向きはそういう遊戯場だったんですが、裏では売春を実際やってたということもあって、その矢場、あの矢ですね、弓入る矢に場所の 場所の場 で矢場が危険な場所を隠す隠語となって、これで危険な状況を示す、だからさっき言った非常にまずい状態、良くないっていうのを、うん、やばいっていうふうになったと、うん、ところがこれがマスコミで取り上げられてくると、衝撃を受けるほど素晴らしいものに変わってきちゃった、もうぐるっと逆になっちゃって、やばい、これほど前とは思ってなかったとか、予想外の経験をしてしまったがためにその衝撃どうにかなってしまいそうだっていう、お前の頭がどうにかなってるよっていう、こういう意味合いに今やばいっていう言葉が変わってきてるというのがあったりするということなんですね。はいはい、まあ、あといろいろ調べてきてはくれてるんですけど、まあ、これはまた時間ちょっと 枠が、ね、はい、ありますので、またこれおいおいということ、はい、でここでね、日本語トークからですね、ちょっと、クイズをちょっとやってみたいと思います。はい、はい、問題は A と B の2択です。正しい日本語はどっちかを、はい、慣用句とかです、これを当てにやったら新聞にやったら怖いぞ。はい、ではまず最初の問題です。よろしいですか、ご覧の皆さんも、タッチ君も考えてくださいね参加しなくていい方は、はい、では最初の問題です、はいはい、こちらですね、はい、見えますか、はい、ちょっと見えるかな、困難に出会っても当てになるものがなく、どうしてよいかわからない様のことを、うん、取りつく A 暇もないなんでしょうか、 B 取りつく島もないんでしょうか、さあどちらでしょう。はい、これは結構間違いやすい、これはですね、ネット上で間違いやすい日本語っていうのをね、田口君こうやってますけどね、これ自信あるってことだね、はい、すごい、これは分かる人は分かると思います、はい、間違いやすい日本語っていうのが、ね、ありまして、その中から検索してちょっと選んで出題させていただいております。はい、さあ、うん、A でしょうか B どちらでしょう。じゃあちょっと一人ずつ聞いてみましょう。じゃあ一人ずつ。じゃあとりあえずじゃあ、A だと思う人いない。じゃあ B、まあ、全員 B、 あ、タグチ君 B も B ですね、はいはいはい、じゃあ正解言いますね。正解は、まあ、B ですね、はい、取り付く島もない、はい、ですね。これ結構間違えやすいんですよね。なんかこう、同じ母音だからかもしれないですけど、ね、なんか聞き間違いとかもあるかもしれないし、はい、これはなぜか島っていうのはあのアイランドの島ですね、はい、でかそれをあの書くんですけども、どこにも当てと頼りになるところがない、たどり着く島がないということで、取り着く島もないということになったということです
ですね、はいはい、これは比較的、まあ、全員正解で、まあはい、優しい問題だったかなと思いますが、じゃあ次いきますね、はい、次はこれです、はい、とても怒っている様子様のことを、はい、怒り浸透に A 発するでしょうか、 B 怒り浸透に達するなんでしょうか。これはちょっと難しいぞ。あ、はい、ちょっと得意だって今田口くん頭抱えてるという得意だって入れたんだけど頭抱えてるというですね、はい、はー、これどこれよくつね、怒り浸透言いますよね、怒り浸透にって言うけど、はい、あ、どっちだ、はい、達するなん、 A が発する、 発する、 B が達するです。視聴者の皆さんもどちらか、はい、A だと思うとか B とか、B だと思うって今、ゲストの方3名いらっしゃいますけども、はいはい、ぜひちょっと書き込んでいただければと思います、はい、さあどうでしょうか。これはちょっとさっきより難しいかな。ちょっと難易度が一挙上がりましたね。はい、じゃあでは A の発するだと思う人ちょっと手を挙げてください。はい、レナさんと、はい、田口くんが今抱えながらもちょっとどっちじゃないかっていう、わ、分かんないけどどっちだったの、見たことあるけど分かんない、忘れてました、どっちとりあえず A、 とりあえず A ですね、うん、はい、レナさん、なんで A だと思った？いや、私は最初から発するだと思う。あ、最初から、うんうんうん、特に理由はないってこと。勘で勘にも何か理由があるという人もいますけども、はい、じゃあ B、はい、発するだと思う人、はい、はい、多分その怒りの、まあ、ゲージみたいなのがあって、うん、もう怒り浸透っていうのはもう頭にもか、もうどっかに も、 もう腹も腹立ってしょうがないっていう、はい、そういう意味ではもう怒りのボルテージがもう頂点に達したっていう意味合いで、あ、それで達するじゃないかなって思ったんですけどね、はいはいはい、ひとみちゃんはどうですか？同じ感じで、なんかしん…しん…はい、何ですか？何ですか？なんか浸透みたいなところ僕、おかしなこと言いましたいや、多分同じ申しをしたもんだから、はい、なんか言おうと思ったんだけど、言葉が出なかったっていうことですね。はい、じゃあ正解、はい、じゃあ正解発表します。はい、これ正解はですね、A です。うわぁ、うわぁ、はい、はい、レナさんと、田口観客の田口忘れてた、はい、これ実はですね、はい、この浸透ってことは心の頭、うん、これ浸透というのはこれ実は心の中っていう意味なんですね、はい、ですから心の中から怒りが湧いてくる、発する、見上げてきてるので、はい、発する、こっちが正しいということです。はい、ということで A、 正解は A ということになります。はい、じゃあどんどんいきましょう、はい、次ですね、はい、これも結構間違える方多いんですけど、これを見てください。はい、これはことわざではないんですけども、将棋をやることですね、はい、将棋を A 打つというんでしょうか、 B 将棋を指すというんでしょうか。やってる人はすごい分かるんでしょうけど、僕はもう将棋趣味でやってます、ブログにも書いたんですけどね、小学校から初めて将棋をやったことあるんですけども、これは知ってます。はい、なんとな、はい、囲碁将棋っていうなんか、あー、なんかどっちだったかなこれ、はい、さあどっちでしょうか。じゃあ聞いていきますね。視聴者の皆さんはいかがでしょうか。将棋を打つでしょうか。将棋を指すというんでしょうか。はい。ちょっと考えてください。悩んでますね。田口くんはどうかな。OK か。あ、OK。自信満々で来てたら。でも片方は5です。囲碁です。ああ、囲碁将棋の囲碁は片っぽで。そうですね。なんかそういう話を聞いたことあったんですよね。はい。では聞いていきますね。はい。では、A の打つだと思う人。いない。では B の刺すだと思う人。あ、全員。なんか僕なんとなくなんか今人気者で行こうとなんか芸能人格付けチェックってみたいな気になっちゃって、なんか一人正解で分かってる人いるとなんかすごい安心するっていう。なるほどね。格付けチェックじゃないからねこれはね。はい、じゃあ正解申します。はい、これはもう正解はこれ B ですね。はい、刺すです。はい。で、もう聞こえた通り。こっちの A の方打つはこれは囲碁の方は打つ、はい、で将棋は指すですね、はい、ということになります、はいはい、じゃあ次最後いきますね、はいはい、最後はですねこれですね、はい、大笑いする様のことを A 腹を抱えて笑うなのか B へそを抱えて笑うでしょうか。これも間違いやすい。これも結構間違いやすいっていう形でこれ載ってたんですよね、はい、腹を抱えて笑うかへそを抱えて笑うどちらが正しいでしょうか、はい、さあちょっと悩んでますかね。
ゲストの視聴者の皆さんもちょっと考えてみてください。 A でしょうか、 A の腹なんでしょうか、 B のへそなんでしょうか。はい、さあ答え出ましたか。はい、出ましたか。私なはい、いや聞いてきますね。はい、いや A の腹だと思う人。でもそうですよね、まあ、3人ですね、田口くん含めて3人ですね。じゃあ B のへそということですね。はい、はい、なぜ B だと思います。へそで聞いたことあるような気がしたんですけど、うんうん、なるほど。じゃあちなみに A 選んだ、じゃあ林君、うん、でも間違いやすいって言っても、でも結果的にへそは抱えないだろうっていう、うん、なんかでもやっぱり腹抱えて笑うっていうのは言うから、うん、はい、ね、笑いすぎて腹が痛いとかって、へそが痛いとは絶対言わないじゃないですか、うん、爆笑しすぎて、多分それでへそを茶を沸かすもんだっていうのはなんとなく思ったのでね、うん、はい、はいはい、では正解申し上げますね。はい、これは正解はA の腹でございますね。はい、はい、あのもう理由は今林くんに言った通り、へそは抱えるものではないので、お腹は抱えられますけどね、はいはい、っていうのが理由です。腹を抱えて笑うというのが正しいです、はい、ということで結構自分をこうやって見ると、ね、いや奥深い、奥深いな、難しいなっていうのと奥が深いなっていうのが、我々日常で使ってる言葉なのに難しいと思う、なんかあれだけだって慣用句として結構いろいろ使っててもやっぱり、あでもいざ出されると、あどっちだろうっていうのはやっぱありますね。迷っちゃうなっていうことは、ありますね、はい、で、はい、じゃあ続いて、はい、今度やるのはですね、お待たせしました、早口言葉にちょっと皆さんに挑戦していただきたいなというふうに思います。誰が待ってた、はい、これはさあ一番ちょっと気になる方は、練習したっていうふうに言ってたんですけど、早口言葉やりますよって言ったら、はい、練習してきましたから、言ってましたね、任せてください、絶対に噛みませんというふうに言ってましたから、何ヶ月前でしたっけ、なんかあのブログのタイトルを噛んだ時に2人がそうツッコミしたから、番組がねそれでね5分ぐらいかかったんです。あれ2ヶ月前でした、4月でしたっけ、ね、あれ、ね、前回だと思います、前々回か、前々回です、ね、はい、ありました。で、早口言葉はですね、一応とりあえず5つ用意しました。はい、まず見ていただきたいと思います。まず、はい、1番はもう誰もが知ってる早口言葉、よくありますね、はい、っていう。2番目がこんな感じ、わー、はい、わー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 、初めて聞きました、はい、じゃあ僕はじゃあ読みますね。1番が生麦、生米、生卵、これは3回ぐらい言えるでしょう、はい、3回です、はい、2番目はママのマカロニ、マママカロニ、パパのパパイヤ、パパパパイヤ、キャリーパミパミを見られるもう嫌ですけどね。3番、はい、3番からちょっとだんだんと難しくなります。あれ言えますよ、はいはい、僕もねちょっと言えや、ちょっと待って漢字読めないって何ですか。ちょっと、はい、一応かなってあるんで、ね、はい、3番、ちょっと3番いいんですか、はい、おあやや、母親にお謝りなさい、おあや、おあやや、母親にお謝りなさい、お謝り、おあやや、はい、4番目、はい、これちょっと長くなります、はい、新設診察室視察を最新式写真撮影法で試写した、いやこれは新設診察室視察を最新式写真撮影法で試写した、え、すごい、いや実を言いますと僕はですねこれ以前こういう仕事をやる前にナネタの訓練、まあ、レッスンを受けたことがありまして、はいはいはい、こういうのやらされたんですよ、 ありますね、でもね、はい、そういうのね。さあ最後5番目これはちょっと難しい、これ言えます、はい、ちょっと言ってみますね、噛んだらごめんなさいね、あらかじめ言っておきます、はい、5番目、はい、天王寺の前前堂から前を前との前戸の使い、前戸のように前が前ますんなら前って前って前ますって前ませるかと、見えないだろこっち、じゃあ一回読んでみせるで、じゃあ一回読んでみますね、はい、はい、天王寺の前前堂から前を前との前戸の使い、前戸のように前が前るなら前って前も前ますけれど、前戸のように前が前ますぬゆえ前って前は前なす前ませぬ、あごめんなさい、痛いっていうやつなんですけども、無理だ、はい、うわーっていうやつですが、ではこの中で自分が一番は誰でもできると思うので、はい、はい、うわじゃあ一番はもうね、とりあえず今日は田口くんが来てるんで、そうですね、まあ、ゲストに ゲストにはこの人にはこれをやってもらうっていうのを示してもらう、じゃあ1番はこの人とか2番はこの人とか、そう示し、そうそれでやってもらうことにします、はい、怖
よろしいですか。もうね、はい、もうね、田口監督がじーっとこっち見てる、怖いですよね。ある意味怖いですね。はい、では、いや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 、あの、お手柔らかい。じゃあ誰からいきましょう。じゃあやってみたい方。いや、いないのかね。いないのかね。いや、もう思いつきでも言わせた方が早いかもしれない。じゃあ順番に行こうね。じゃあ、あの、ひとみちゃんからどんどん順番にこういう形で、はい、ではまず彼女に何番やらせたい。あ、そういう感じ。怖い。じゃあ3番。はい、これですね。怖い。はい、よく見てください。はい、3番はチームこれです。うん、よろしいですか。はい、怖いよ。はい、ではこれを言っていただきたいと思います。1回でいいんですか。3回です。3回はい、3回、今3回やってるの。5番も3回言うのこれ。はい、ではいきます。ではじゃあ、カウントしましょう。はい、3秒前でカウントします。3、2、1でいきますからね。はい、いきますよ。はい、ドキドキしてください。3、2、1、9。おあやや、母親にお謝りなさい。おあやや、母親にお謝りなさい。おあやや、母親にお謝りなさい。田口くん、どうだった？うん、いいよ。いいよ。すごいギリギリでしたけど。まあ、ギリギリ、ちょっと微妙なとこあったけど。すいません。まあ、OK ってことですね。甘神なら OK です。女性はそれは許されないです。はい、さあ、次、そういう喋ってる林くん、君だよ。まあ、絶対僕ね、多分、基礎なの分かってましたよね。はい、どれいきます？はい、5番。そうでしょ。え、これ、さっき3回も言いますよ、これ。え、じゃあ、これ長いんで、はい、これ1回。1回。1回でいいです。はい、5番はこのちょっと長めなので、これですね。どうですか？これ3回言うと泣きますよ、僕。これは3回はちょっと長すぎる。時間の尺もありますので、はい、1回で、はい、1回で、はい、では行きます。はい、3、2、1、9。天王寺の舞舞堂から舞を舞との舞殿の使い、舞殿のように舞が舞えるなら舞って舞も舞いますけれど、舞殿のように舞が舞えませぬゆえ舞って舞は舞いませぬ。お、いや、ちょっと不安だ。いや、なんかね、舞戸が舞戸って言ってたような気もしないね。舞、ここ舞戸ってね、これ舞戸ですね。はい、そうですね、多分かなくてありますけども、はい、ちょっと若干不安だったんですけど、そう、舞と舞と前っていうところが、ここはちょっと難しいところですね。でも言え、まあ言えたよね。すごい、すごい。すごい、すごい。いつも。ありがとうございます。これは難しい。はい。まあとりあえず、まあ OK ということで。はい。さあ、よかった。レナさん。レナお待たせしました。レナさんの登場です。4番だそうです。4番。漢字。はい。漢字だ。漢字だ。これ振り方振った方がいいかいこれ。あ、振った方が良かった？はい。じゃあ、もう一度言いますね。4番は、新設診察室一冊を最新式者診察営法で試写した。あ、ほう。これを3回言うんですか？ 2 回でいいんじゃないですか？じゃあ2回で。じゃあ練習できたっていうことは。何慌ててんの？すごい。何慌ててんの？中は準備するんじゃないの？何が起こったんですか、ちょっと。でもこの2人練習せずにいましたからね、今。うん、はい、練習しないよ、特に。うん、練習しないで。いきますよ。では、はい、よろしいですか。では、カウント、はい。3、2、1、はい、9。診察室視察を最新式。もう一度行こうか。いや、言えないとかじゃなくて、ここ新設ですからね、これ。アクセント間違ったらダメです。もうちょっと、あの、前の方見づらいですか？すいません。はい。はい。はい、じゃあ、ちょっと持ってあげてよ。持ちましょう。はい。紙持ってあげて、はい、見ながら。いい準備できた？で、ちょっとため息しつけなくていい。もうラマンズ級です。もうラマンズ法でもいいから、新設校で。オッケーだそうです。オッケーね。はい。じゃあ、いきます。3秒前。3、2、1、9。診察室、視察を最新式写真撮影法で試写した。おお、まあ、ギリギリかな。でもね、あ、これ持ってきたの。でもね、なんか僕ね、うん、新設診察室か、新設室って聞こえたような気がするんですけど、まあ、ギリでしょ。まあ、ギリギリで、っていうことで、はい。ということで、はい。うん、まあこういう、まあ他にもね、いろいろあるんですけど、まあこれはまたの機会にしたいと思いますので、はい。
まあ早口言葉結構何回もまだあるんだよ、いっぱい。僕文字でいくつか日本語でも英語でもバカなんですかね。こういうのがあるの。これこれとかね。ちょっと視聴者の目にちょっと見えないんですけどね。いやでもですね、今見ますとね、発音練習としてあ行から、発音練習としてあ行から、ね、あのラ行まであるわわわ和行か。和行かね、和行、はい、うん、まあこう全部こうあるんだけども、あからおのこの下の口、下の回転を鍛えようっていう、下の回転をね鍛えられるものなので、ぜひ皆さんもあの機会あったら、あの多分こういうのネットとかで探せば、そうです、早口言葉で多分出てくると思うのでね。昔なんかね、全員集合のドリフターズの早口テレテレってありましたね。生卵ってね、ありましたね。ああいうのもいいですよ。あれはもう完全リズム乗ってるから、逆にあれで外れたらアウトっていうのがありますけどね。アウトになっちゃうからね。はい、ありますね。はい、どうでって、どうでしょう今日は日本語の結構奥深い、まあ、今多分何が一番スリルだったら、彼女は早口言葉を練習してきたのにっていうところがあって関わらず関わらず、まあでもやっぱそれよりも勘違いちょっと待て、自殺を分からなかったっていう。でもやっぱりあまりにも死が多すぎてちょっとお前だから、そういうものなんですよあのその練習なんだから早口言葉ってあくまでかませるために作ってるんですかねあれ。まあ、でもやっぱり日本語ってあれですよね。ちょっとあの今日はまあ時間の関係上やらないですけども、昨日の朝日新聞に関西弁は好きですかっていう方言で、多分この中にいる中で僕は多分地方の出身っていう、まあ地方って言うと東京基準でやっちゃうとみんな多分地方になっちゃうかもしれないですけど、まあ関東以外というか共通語以外のところで、僕山口県出身なんですけど、まあってなるとやっぱり方言でこういろいろ会話をすると、やっぱりこの言葉は伝わらないなとかってやっぱいろいろありますけども、まあその中であの朝日新聞に、まあちょっとだけ見せましょう、この関西弁好きですかっていう昨日のあの朝日新聞の B というのがあるんですが、まあその中でアンケートやってて、まあ結果的に7割近くはまあ関西弁は好きですよと、で3割は関西弁嫌い、でもやっぱり言ってる意味がわからない、直すっていう言葉がわからないとか、ね、ないよね関西弁で。そうなんですよね。だからあの僕もね、あんま関西弁は好きじゃないんだよ、はい、うん、ちょっと品がないなっていうイメージがあるの、はい、うん、だからまあ関西弁にも綺麗、ね、な言葉汚い言葉いろいろありますし、あと偉そうにしてるねとか、今日偉そうやねって言った時に、うん、こっちの人ってなんかこうお前どんだけ上から目線で物言ってるんだっていう言葉だけども、実際西の方で言うと偉そうっていうの疲れているっていう表現だとかっていう、やっぱそういうのもありますけどもね、やっぱそういうのをどんどん紐解いていくと、日本語っておそらく限りなくもう本当地球突き抜けて真裏まで行っちゃうんじゃないかというぐらい多分量ってあるんですよねそう、でもそれがある意味日本の文化であり、そこが生まれたのが共通語だと思うんですけども、やっぱり我々はもう日本に生まれてきたわけですからね、はい、大事にそうですねしていかないといけませんよね、はいはい、大事な文化としていきたいと思います、はいはい、ということで日本語特集でございました、はい、では、残り時間がちょっとわずかなので、ではもう一度皆さん告知の方ですね、はい、何かイベント等もありましたら、紹介してください。では、順番にいきたいと思います。ではひとみちゃんからいきましょう、はいはい、青木ひとみです。近々ですと6月22、29、30、うん、22、29、30、はい、22と29はライブ関係で、30は、ファッションショーに出させていただきますので、そうですね、ライブとファッションショーいいですね。チェック来てく、あ、ぜひチェックしてくださいもう見に来てくださいでしょ、チェックしてきてください、はい、見に来てくださいとりあえずもう早く言うとかね、詳細は詳細こちらにブログと、はいはい、こちらの方で、はい、4月とか9月とかも多分 やるんで、はい、たくさん出てますので4月9月ください、見に来てください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、情報スナイパー、はい、情報スナイパー、一応あのブログとちょっと来月ぐらいにちょっとここにツイキャスの話も書こうと思うんですが、まあ、あのブログとニコニコ動画生放送とツイキャスをやっております、一応やっておるので、まあ、よろしければチェックしてください、まあ、そっちでも、まあ、多分おおよそ似たようなことやってるので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。いろいろとね、また調べ、ね、僕が要求してないんですよ。要求してないんだけど、いろいろと記事をね、日新聞とかも持ってきて、まあ、ある意味助かってるからね。ありがとうございます。ね、情報スナイパーをね、これからもよろしくお願いします。はい、では、レナさんいきましょう。はい、関根レナです。アメブロとフェイスブックやってます。あと、YouTube もやってますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、7月中には何か始めたいと思ってますので、何か始めたい、すげえ気になる、何かすげえ意味深ですよね、何か始めたい、そ
そういえば、まあそろそろ。例えばなんかブログのタイトル読まなかったのはもう疲れたからですか。ブログのタイトルは目指せ動物王国ファミリーの成長日記です。お、はい。はい。さっき早口で進化した発声を。はい。どう捉えるかはどう捉えるかあなた次第というふうになってますけど。はい。そして、はい、メイン MC をやっておりますライタースタキーです。はい、オフィシャルブログはライズムっていう、ブログやっておりますので、よろしければ見てください。毎日更新してます。はい、それと先ほど冒頭にも話した通り Facebook もやっております。はい、こちらは本名の方でやっておりますので、この本名の鈴木ライター、これでライターと思うんですけども、うん、こちらで検索していただいて、ぜひぜひ、友達とかですね、じゃじゃ承認しますので、承諾しますので、よろしくお願いします。こちらも、まあ、もう連動しながらこうやって入れていきたいなというふうに思っております。はい。それと、お知らせがあってですね、はい、まず、近いのかな。はい、こちらです。はい。来週の日曜日ですね、今日は9日。そうですね、来週ですね。来週ですね。はい、16日の日曜日、2月にですね、4月でしたかな。4月ですね、出演させていただいたライブがありまして、それがレディオ湘南っていうのを忍者っていうですね、番組の中で、流れることになりました。この番組が午前、来週の16日日曜日の、午前11時から12時で、僕のその出演したライブ分の一部が、そのラジオで流れることになる。タイトルは忍者という番組です。はい、よろしかったら聞いてください。これレディオ湘南はもう湘南地区なんですけども、ホームページの、そうですね、インターネットのサイマルラジオっていうのがそうあるんですよね。はい、でネット上で聞くこともできますので、よろしければぜひこちらの方も聞いてください。はい、それから、ライブですね。はい、こちらです。はい、6月の27日なんですけども、僕より、テレビ埼玉さんのオーディエンス V っていう番組の収録ライブがあります。はい、会場は渋谷のテイクオフ7、渋谷駅の8甲口から徒歩6分ですね。こちらになります。17時スタートでチケットは2500円、ドリンクは別になります。前売り当日券同じですね。はい、で僕の登場が、19時から19時20分の20分間になります。はい、で、詳細はですねブログにも載せてあるんですけども、チケットのご希望、まあ、お問い合わせでも結構なんですけども、オフィシャルブログライズムか、まあ、こちらにコメントか、まあ、メッセージ、ハンドルネーム、構いませんので、こちら、書きいただくかですね、もしくはメールのこちらのlight@mb.nifty.com こちらまで送っていただければ結構です。はい、お問い合わせとお待ちしております。はい、ということで、はい、告知は以上になります。はい、で、ですね、前回覚えてるかな、はい、話したと思うんですけど、この番組 の、 エンディングテーマをちょっと作ってきたっていう、そうですね、作りますよっていう話をしたと思うんです。はい、はい、で今日作ってきましたので、今日はそれをご披露したいと思います。宇宙発音や、はい、オンエアという初めてですよ、これ。これ曲やるのは実はちょっと初めてですね。はい、タイトルはですね、アフタヌーンカフェっていうタイトルで、ほら青山とか、はい、まあ、今日は青山スタジオですけど、六本木とかこう街を想像するとカフェとかカフェテラスって結構多いじゃないですか。そうですね、なんかちょっとおしゃれなカフェテラスもありますね。うん、それをちょっとイメージして作って、ちょっと英語で書いてきたんですけども、はい、それを今日は歌ってお別れしたいと思います。でアフタヌーンカフェ。Walking on the street, feeling the sand, smelling a cup of coffee. Afternoon cafe, everything's okay, no more few words to say. Ordinary people talking about me with a sad look. Afternoon cafe, even PM3
donuts, a pretty maid to dress away. Afternoon cafe, a piece of hearing is a matter of hearing. Afternoon cafe, everything's okay, no more few words to say. Life is so long, let's sing along. And if you go, は僕は詩よりもまず曲を先曲線まあ専門用語で曲線、はいはいはい、曲先詩、はい、線と曲線となってね、はい、僕はあの曲線なんですよ。場合によっては詩線かもしれない時もあるんですけども、曲をまずメドリー書いてそこから詩をつけるっていう形でやってるんで、はい、まあちょっと苦労はしましたけど歌詞がねなかなか思いつかないところも場合によってはあるんですよ。すぐ思いつく時と思いつかない時であるんで、うん、そこがちょっと難しいところなんですけどね、はい、ということで、これをまあエンディングでまあちょっとこれからも歌っていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、で、この番組は、はい、ライターサニースマイズ毎日、はい、毎月第2日曜日の16時5分から17時5分の1時間番組でやっております。はい、で、番組内容は、まあ、今回のまあ日本語をテーマにしておりお送りしましたが、まあ政治問題、経済問題、社会問題、それからまあカルチャー、スポーツ、まあ様々なジャンルでまあトークしていったり、まあ場合によってはゲームしていったりとか、楽しい番組にしていきたいと思いますので、日曜日はぜひこの番組で、楽しいひとときを過ごしていただければというふうに思っております。はい、で、来月はですねまだ何をやるか決めてはいないんですけども、はい、はい、まあ、ま夏真っ盛りなので、まあ、夏に関するテーマだったり、まあ、季節柄をなんか入れていこうかなというふうに思っているので、はい、ぜひご覧になってください。まあ、チャットで参加して、ぜひぜひ、まあ、ご意見だったりね、まあ、この番組の、こういうことをやってほしいというですね、何かリクエストがあったらブログの方に、コメントかメッセージを送っていただければ考えます。あ、グルポーだ。グルポもやってましてですね。ました何言ってんだろう。今こう言葉だから、ね。サニースマイルズのグルポっていうのがありまして、はいはい、そちらの、ぜひご参加いただければ、そちらからでも結構なので、はい、ぜひこういうテーマでやってほしいっていうのがリクエストがありましたら、ぜひぜひ、書き込んでいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ時間のようなので、今日は、この辺したいと思います。では今日も見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。次回は7月の14日の日曜日でございます。もう7月半期ですって。暑いよ。梅雨明けてりゃいいんだけど、ね、梅雨入りしてんだけど蒸し暑いんでね、体調管理には皆さんくれぐれも気をつけてください。今日もちょっと一人出演する予定いたんですけども、ちょっと体調崩してお休みになってしまったので、本当に風邪とかですね、体調管理にはくれぐれも気をつけてください。水分補給なんかね、今日のこまめにしないと、今日はもう蒸し暑いのでしていただければと思います。はい、それではまた次回来月7月にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。せんねさん、バイバイ。バイバイ、また見てね。こら